ヨハン・ハインリヒ・ホン・ルクセンブルクは、ルクセンブルク家のボヘミア王ヨハンと最初のヒエリシュ家の、次男。神聖ローマ皇帝カール4世の弟、ルクセンブルク公兼ブラバント公、ベンツェル1世の2位。チロル博、モラビア編共博。チェコ語名は、ヤン・イン・ジフ・チチヨハンの即位により、ボヘミア王位を追われたケルンテン皇・ハインリヒ6世が1335年に、死去し、 ゲルツ家の男系男子が耐えると、医療をめぐって、ルクセンブルクや、ビッテルスバッハ家、ハプスブルク家の間で、争いが起こった。ヨハン・ハイン・リヒは、ハイン・リヒ6世の娘で相続人である、マウル・タシコとマルガレーテと1330年に、結婚しており、医療の内チロル迫領を得た。しかし、神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世の格索により、 不王ヨハンとルートビヒの間で戦争になりかけたが、1336年10月9日に、和訳が成立し、ルクセンブルク家は、ケルンテン公国の相続を放棄することと引き換えに、ヨハンハインリヒがチロルを相続することと決まった。しかしルートビヒは諦めず、マルガレーテとチロル貴族が結んで1341年、ヨハンは、チロルを追放された。 その後マルガレーテはルートビヒ4世の長男、ブランデンブルク編京博ルートビヒ2世と再婚、マインハルトを生んだが、ルクセンブルク家と帝国諸侯が反発、ルートビヒ4世が敗因されて、ヨハン・ハイン・リヒの兄、カール4世が対立王に擁立されるきっかけになる。ボヘミアへ戻った後、ヨハン・ハイン・リヒは、兄から、モラビア編京博の位を授けられた。また、 1349年にオババラチブシュ、コーミックラーシュ2世の娘マルガレーテと再婚し、六子を設けた。1363年のマルガレーテの死後、翌1364年にオーストリア公、アルブレヒト2世の娘マルガレーテと再婚したが、子はなかった。ありがとうございます。